はい、皆さんお待たせいたしました。改めまして千葉県出身シンガーソングライターの市川ひかりです。よろしくお願いします。ごめんなさい、15分ほどちょっと遅刻してしまったんですけれども、今日は午後から、17時までこの、スペースが使わせていただけるということなので、ちょっと30分刻みぐらいに歌って交流して歌って交流してみたいな感じで皆さんと楽しんでいけたらいいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとう。金沢はすごく久しぶりで、前回47都道府県でツアーじゃない、路上ライブで47都道府県回ってたんですけど、その時以来なのですごく久々に今日は楽しみにして、参りました。そして今年はですね、47都道府県でワンマンライブツアーがありますので、この金沢には9月10日火曜日にやってまいります。ぜひぜひそちらのチケットも今日持ってきてますので、もし楽しかったよっていう方いらっしゃいましたらお声かけください。それでは歌っていきたいと思います。ちょっと緩やかに皆さんで J-POP 楽しみに。Yeah.
ション変えます。はい、ということで、一曲お聴きいただきましたが、空も飛べるはず、私にとってもすごく大好きな曲で、なんとなく石川に来たらスピッツさんも歌いたくなるのはなんでだろうと思うんですけど、すごく美味しい空気だったり、こう綺麗な景色だったり、あと金沢は海鮮が美味しいですよね。なんか綺麗なものを見ると私はスピッツさんを歌いたくなるんですけども、そんな綺麗なこの金沢に今日はやってまいりました、市川ひかりです。よろしくお願いします。ではでは、ちょっとしっとりと緩やかにテンポアップしていきたいと思います。確かなことという曲を歌おうかな。少々お待ちくださいね。 OK、 それで聴いてください。確かなこと。
気持ちのままで見つめていること忘れないで、どんな時もきっとそばにいるから、そのために僕らはこの場所で同じ風に吹かれて同じ時を生きてる。改めまして、市川ひかりと申します。今年は9月10日に、この金沢に、やってまいりますワンマンライブツアーです。ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとう。はい、では続けて歌っていきたいと思います。この後2曲ぐらいちょっと皆さんからリクエストを募ろうかなと思っていますので、少し考えながら聴いていってください。じゃあね、これを歌おうかな。ちなみに今日市川ひかり初めましての方はどのぐらいいらっしゃいますか？お、たくさん。初めまして、初めまして、どうも初めまして、ありがとうございます。楽しんでいただけてます？まだちょっと序盤すぎますけどね。この後もどんどん歌っていきますんで、ぜひ最後まで楽しんでてください。よろしくお願いします。ありがとう。全然出てこない。それではバックナンバーさんで水平線という曲を歌いたいと思います。改めまして、市川ひかりと申します。もしお時間あればちょっとでもいいので聞いていってください。よろしくお願いします。と拍手の中に何かの
姫が隠れている。耐える理由を探しながら、いくつも答えを抱えながら悩んで、あなたは自分を知るでしょう。ここだと叫んでいる。水平線が光る朝に、あなたの希望が崩れ落ちて、風に飛ばされるかけらに、誰かが嫌いとつぶやいてる。悲しい声で歌いながら、いつしか海に流れ着いて、次の曲はすごいコロナ禍で私自身もすごく勇気づけられたある曲がありますので、皆さんにお届けできたらなと思います。それでは聴いてください。あなたがいることで。
と通り過ぎてきた何気ない日々の中に僕らの幸せは確かにつけてみようかなと思います。いちかが後ろ向いてる間に手を挙げておいてください。はい、あ、挙げてました、ありがとうございます。どうしようこれで挙げてなかったらと思ったら、ありがとうございます。レオ、名前はレオ、 OK。 レオ、あともう一曲何かありますか。はい、ごめん、ちょっと聞くね。ブルーバード、わ、めちゃくちゃ久しぶりかも。OK、 あと大丈夫そう、結局聞くんかいって感じなんですけどね、いっぱいね。はい、あ、何？ You raise me up。 ちょっと待ってくれ、いける自信がないな今日は。喉がカスカス、いけたら行くね。じゃあちょっといけそうだなと思ったらやりますね。はい、よかったら皆さんグッとね、前の方に寄って聞いてってください。それではゆうりさんのレオリクエストありがとうございます。一緒にこの時間楽しんでいきましょう。出血の中過ごしてた、誰も彼もが過ぎ去っていた。怖かったんだ、君に連れられる待っては僕と同じの小さな手、転げ回りくすぐりや、僕がこんなに君のこと好きになってた。時でもそばにいて君が言うなら、名前はね、名前呼んでよ、君がつけてくれた名前だから、嬉しい時も悲しい時もそばになるほどに。僕との時間は減るが通り、遠くに君の友達同士、仕方がないような。
最近つけるその香水、鼻の利く僕にとって松田や、今日も帰り遅くなるんだろうか。君がいない部屋、夢を見るあの日のこと、また ついていきづらいからね。じゃあファーストラブはちょっとピアノにしようかな。リクエストいただきありがとうございます。ファーストラブ
時間が動き出そうとしてる。忘れたくない言葉かり、いけるかわかんないですけど、揺れずにやっぱ先挑戦していいですか。ちょっとやってみます。ちょっとね、1ヶ月半ぐらい前からね、喉を壊して、そこから高音が出なくなってしまって、ちょっとだからね、あのキーを下げて最近歌ってるんですね。なのでちょっとできるかすごく不安なんですけども、やってみますので、ちょっと応援していただけると嬉しいです。ありがとう、頑張れちゃう、いつか頑張れる、ありがとう。では、でも皆さん一度は耳にしたことあるでしょう。ユーレズミの曲という曲を歌いたいと思います。
ブルーバード、リクエストいただきましたので生き物係さんでいっちゃいます。皆さんクラップの準備をよろしくお願いします。さあ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 、楽しみはまだ覚えられず、切なさを今掴み始めた。あなたへ旅立つこの感情を今言葉に変わってく。未なる世界の夢から目覚めて、この果て水分補給とかしながら、あの熱中症にはならぬように、あの盛り上がりすぎぬように盛り上がってほしいんですけれどもね、あのついてきていただけたら嬉しいです。ではここからちょっと2曲、オリジナル曲を歌ったら一旦一部を、締めて、そして2部の方もねやっていきたいと思います。じゃあせっかくアップテンポになりましたので、このままいっちゃいましょう。
アンドンという曲をやりたいと思います。今年のツアーでもきっとどこかしらで歌うタイミングがあると思うので、皆さんぜひぜひ覚えて帰ってください。アンドンが分かってる方は分かってますね。はい、屈伸伸脚運動が必要なライブになっておりますので、私のライブはよろしくお願いします。とか言いつつね、老若男女楽しめるライブです。90歳の方も全国見に来てくださったりしてまして、下は何歳だの子は小学校2年生かな、2年生3年生、はい、幅広く皆さんね楽しんでいただいてますので、ぜひぜひ盛り上がっていってください。それじゃあ行っちゃいましょう。感動聞いてください。オッケー、 3、2、1、ジャンプジャンプ、はい、こんな感じで皆さんジャンプしていきます。今日初めての方はね、ちょっとハードル高めなんで、手だけでもねジャンプしていただけたら、はい、いいね、いいね、ありがとうございます。はい、ここからクラブでー、クラブ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 、いいです。フェイクなことばっか、そんなんでもいいか、書き消した自分の声もわからない、曖昧な答え、正義だけ奪え、この手の中に Say残すところあと1曲ということで、最後はこの曲で締めたいと思います。生きてればね、本当にいろんなことがあって、なんかこうしんどいなって思った時って、しんどいことが重なったりするから、なんか余計にこう、なんだろう、明日が来るのが怖くなったりするんですけど、私自身もそんな経験がすごくあってね。だけどそんな時に私はすごく音楽に救われて、この命を紡いできたので、私はそういう音楽をこれからも世の中に届けていきたいなというふうに思って書いた曲です。最後はこの曲を聴いてください。さらら。抱きしめて心の叫びが誰かに気づいてほしそうに、この世に溢れる毒は僕が今すぐに
歩く人の中には不安と孤独がまとわりついてる。自分の気持ちはいつも押し込めて我慢して、そうしていつしか誰も傷つける。リズム変わるよ。そんな世の中にいつか匿名を起こせたら、祈りに身を任せて、ここまでいいことの話に溺れた羽は美しい。君は孤独じゃないから、愛を捨てないで、暗闇で先に向いて、道は隣で照らすから、ありのまま生きていて、心の芝物に負けないで、夢を描くことのが壊れたまま生きるって、抜け殻のような日々と思ってるでしょうよ。生きている理由を消して逃げそうな未来なんだ、感じることやめないで、変わらないものにさせないで、取り行くほど希望がいて、答えのある人生はつまらないでしょう。過去にまだその中ではこんなにもあなたのこと
千葉県出身シンガーソングライターの市川ひかりです。よろしくお願いします。今日は17時までこのスペースをお借りしていますので、皆さんと楽しい時間を共に過ごしていけたらいいなと思っております。ぜひぜひ前の方にグッと寄ってね、聞いていってください。ありがとう。後半戦も、リクエスト曲を募ろうと思っておりますので、皆さんぜひぜひちょっと考えながら待ってていただけたらなと思います。それでは続々歌っていきましょう。それではI'm not afraid to die.
はちょっと皆さんのクラップもね結構大事になってきますのでぜひぜひリズム対応よろしくお願いします。それでは聴いてください。 Walking with you。幸せ
じゃあこのまま続けてもう一つノーベルブライトさんの私の大好きな曲を歌わせていただきたいと思います。今日はねノーベルブライトが好きなんですって言ってね会いに来てくれたファンの方がいましたので、その方とさっきねいい曲ですよねって言ったあの曲を歌いたいと思います。聴いてください、フォトアルバム。路上ライブを始めて早3年4年経ちましたけれども、今年はなんと47都道府県この石川県にもワンマンライブでやっていきます。9月10日ですね、火曜日なんですけども、皆さんと最高の時間を過ごせるようにたくさん準備してきますので、どうぞチケットを手に取っていただけたら嬉しいです。それでは聞いてください、ホタルから。I'm not
私も大好きな曲、ホタルマナという曲でした。ありがとう。改めまして、いちかひかりと申します。今日は皆さんの耳にタコができるぐらい名前を言って帰ろうと思っております。名前、歌声、そして顔もついでに覚えていっていただけたら嬉しいです。では次の曲はミーシャさんのあの名曲を歌いたいと思います。愛の形という曲を聴いてください。気づいたんだ、愛にも仕方違って、それがすでに私の胸にはまってたなら、きっとずっと今日よりももっとあなたのことを知る。
パン。残り3曲ぐらいかな。あれ、私リクエスト募ったっけ？募ってないね。やるか。しまって、晩餐歌だけ歌っていいですか？晩餐歌を次に歌うので、その間に皆さん2曲どらいリクエストお考えいただけたら嬉しいです。一生は無理だよね。君を泣かすから胸がとても痛くなんだ。人間だからね、たまには分かり合えなくなって。君を泣かすから、また君を泣かすから、でも自信がないないないんだよね。変わりたくないないないんだよね。君以外会いたくないんだよね。なんて勝手だね。大体曖昧だったよね。愛の存在証明なんて、君がそこにいるのにね。何百回の夜を過ごしたって得られるような愛知ってるのは並べてみて。何百回の夜を過ごしたって得られるような最高のフルコース。結局君一人だったよね。涙のスパイスは君の胸に残ってしまうだろうけど。何千回の夜を過ごしたって得られるような愛してるのを食べるから。何千回の夜を過ごしたって得られるような最高のフルコース。ちょっと2曲リクエストいただこうかなと思いますが、ありますか？なんかこれ歌ってみたい、なかったら歌えなかったかもなんですけど。サビはない。サビはわかるよ。サビだけアカペラで歌ってもいいですか？ちょっと歌ってみる。裸の心。この恋はこれだね。いきます。せーので、さん、はい。この恋が実りますように、少しだけ少しだけ、そう伸ばせて。今私恋をしている、裸の心。はい、他にありますか？こういう特殊なパターンもありますから、はい、
って。どんな歌詞だっけ？神様。勇気と愛が世界を救う、絶対いつか出会えるはずなの、沈む夕日に寂しく一人。ちょっと微妙だからサビだけ歌いますね。じゃあ皆さんクラップお願いします。もう見つかる幸せの予感、合ってるよね。 OK、 いくよ。トン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 、はやはや、トントントン。あ、 OK、 これぐらい優しいとありがたいです。 OK、 せーので、さん、幸せの予感、きっと誰かを感じてる。みんな生その神様、この人でしょうか。もう一回、せーの。幸せの予感、きっと誰かを感じてる。せーの。喋りすぎたね。ありがとうございますありがとうございます。ちょっとしかもね、キー絶対高かった、ね、はい、他にありますでしょうか。はい、これさ、そのタバコ、タバコ、タバコはちょっと一部しか歌えない最後のところ歌いますね。じゃあいきます、うん、君の匂いがしたのさ、君の匂い、一口吸ってしまった、でもやっぱりむせた、もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとって言わなければ、君はまだここにいたから、もっとちゃんと君を見てれば、もっとちゃんとって少し理解、君の匂いに泣けた。ありがとうございます。ありがとう。はい、ハート・オブ・ヨワールド、それは歌えるわ。それを歌える。輝く未来、輝、ちょっとそれ一人で歌う曲じゃないんだけどね。誰か歌ってくれる？歌えるかな。ちょっとじゃあディズニーソングいきますか。パートオブヤワールドからいくね自信のある方からではこの金沢にアリエルが降り立ちます。聴いてください、パートオブヤワールド。よく見て素敵ね、これでもっと完璧、何でも持ってる私は全て、周り中取り囲むなんてたくさんの宝物、陸にあるもの全部手に入れた、これ欲しい？20個もあるね。だけど足りない何か、人間の住む国でみたいな素敵なダンス、そして歩く、なんて言った、ああ足、ひれじゃ遠くへ行けない、足がいるわ、踊ったり散歩したり、どこ歩くんだっけ、道歩いて走って、広い川を浴びながら、自由に人間の世界で何でもあげるわ、ここは
にはいないわ。あんなわからずやわ。私はこのままじゃないのよ。わからないことたくさん教えてほしいことたくさん。千葉には舞浜というところがあって、リズニーがすごく近くにあるんですけれども、皆さんリズニーは行ったことあります？あるよ。まあそれなりに。ありがとうございます。今年ファンタジースプリングス、新しいねエリアができるんですけど、そこのエリアに、アナ雪とラプンツェルとピーターパンかな、で今ちょっとラプンツェルの曲をリクエストいただきましたので歌ってみますけれどもね、見ますけれども、これ一人で歌う曲じゃないのよ。だからちょっとね、歌えるかちょっと不安なんですけど、頑張ってみます。しかもなんかこれバージョン違うのかな、いけるかな、ちょっと頑張ります。輝いている未来照らす
す光、夢を叶えた。曲歌っていいですか歌いたくなってきちゃった。アナと雪の女王が私すっごく大好きで、フローズン、あのありのままのがすごく好きなんですけど、ちょっと季節外れすぎてごめんなさいですが歌ってもいいですか。いやーありがとうございます。じゃあちょっとお言葉に甘えてやっていってこう。
石川県はすごくね観光にいらっしゃってる方も多いですね。ちょっと混ぜこぜで歌ってみました。ではここからはちょっとオリジナルの曲のバラードをお届けしたいと思います。聞いたことない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、今年はねワンマンツアーで9月10日やってきますので、ちょっとこんな曲もやってるのか一かっていう感じで聞いてください。それでは卑怯の花束という曲を歌いたいと思います。夢からまた目覚める朝、隣にいつもと変わらない笑顔、ツンと頬をつついてみたら幸せの魔法かかっちゃったみたい。ふわりと揺れてる卑怯なの花びら、頬を緩ませる君の笑顔、守りたい僕はそう決めた。今年もまた二人で祝おう、ちょっぴりだけおしゃれしてさ、おいしいものでも食べに行こうよ。君が幸せと感じた時分けるという漢字に恋、そして箱と書いて分連箱と言います。もう何回も聞いてくださってる方もいると思うんですけど、この曲を書いたきっかけになったのがツイッターに流れてきた、あ、X か今、ある動画がきっかけで書きました。その動画がテレビの切り抜き動画だったんですけど、おばあさんが商店街を歩いてたらテレビの方に話しかけられて、でおじいさんがちょっと先立たれてしまったよみたいな話をしている中で、そのテレビ局の方がおばあさんの携帯の画面、パカパカ携帯の画面をおじいさんの写真にしてあげたんですね。したらそのおばあさんがすっごいもう幸せそうな顔で、これがいい、これが一番いいって言って、もうニコってした顔がもう焼き付いて離れなくて、はあ、これが愛なんだなっていうふうに思って、なんか私もすごく大切に思う家族や友人やいろんな人が本当にファンの皆さんだったりいますけれども、なんかそういう人に対してこうたっぷり愛が込められた曲を書きたいなと思って、それがきっかけで書いたんですけど、
まあ、いろいろな瞬間、今日はこの金沢の、この金沢駅のこの広場で皆さんとの思い出ができましたし、まあ、いろいろな場所に行くと匂いや、まあ、時間、あとは何だろうな、人もそうですし、色だったりとか、その場その場でたくさんの思い出ができる中で、いろんなところに分連箱という、こう私が作った言葉なんですけど、いろんなところに愛がたくさん散りばめられてて、そういうものが積み重なって人生ってこうつながっていくんだなっていうふうに思った時に、まあしんどいこととかもたくさんある中でも、そういう温かいものを少しずつ小さくても摘み取って、こう大きな花束にしていけたらいいなって、そんな思いを込めて書いた曲です。すごく温かい曲になっているので、ぜひ聴いてください。
それでは残すところお時間もわずかとなってまいりましたが、ちょっとしっとりめに締めたいなと思っております。失恋の曲があるんですけど、ちょっと苦しいかもしれないですが、しっとり歌い上げるので皆さんゆったりと聴いてください。一人よがり。その明かりを頼りにして歩いた。あなたを頭に浮かべ、記憶を理想にすり替える。そうほんの少し期待していた。おかしいよね、気づいて。次の曲で最後になりますが、本当に長々とお聴きいただきとても感謝しております。今日はちょっとねお天気も良かったですけど、ギリギリ持ったようで良かったです。皆さんたくさんこう座ってたりとか立ってたりしてると思うので、体をいたわってあげてください。今年はね9月10日に、この金沢の方にやってまいります。もし今日ちょっとでも心に残る音楽を私がお届けできていたら、ぜひこの後、交流でチケットを手に取っていただけたら嬉しいです。最後に歌う曲は、ファンの皆さんともすごく大切にしている一曲をピアノバージョンでお届けしたいと思っています。この曲は私が親友夫婦に書き下ろした、結婚をねお祝いした曲なんですけれども、なんだか歌うたびにこう大切な皆さんとの
思い出がすごく詰まっていくような気がして、今日はこの石川で皆さんとのこの瞬間をこの曲に詰め込んで帰りたいと思います。それでは最後になりますが、この永遠にという曲を聴いてください。永遠にともにいつまでも長く皆さんと音楽でつながっていられますように、精一杯愛を込めて歌いたいと思います。聴いてください、永遠に。瞬間にこの時を皆さんと感じられて本当に幸せです。ありがとうございます。君と出会い恋した日は2500万分の1の不思議、そやたまにはぶつかるけど、それで大切だよね。何気なく見上げた昼空、綺麗に見えるはずなのにな。君がいない時は曇り空に見える。だからそばにいて、抱きしめる。
今日は皆さん本当にありがとうございました。まだまだもっと頑張らなきゃいけないし、皆さんにたくさん愛を送れるようにいっぱいいっぱい曲を書かなきゃいけないと思ってます。これからも一緒に永遠に共に同じラインに立って同じ景色を眺めていきましょう。今日本当にありがとうございました。ございましたってございました。いちかひかりでした。ありがとうございます。ありがとうございました。最後ちょっと格好急でございましたので、はい、では、石川県9月10日にやってまいります。皆さんぜひぜひ遊びに来てください。最後集合写真第2部もね撮っていきたいと思いますので、よければ写ってください。ありがとう。